第二章だが八五郎の努力も全く無駄でした春の強風が埃と落下を叩きつけてまともには目も開けていられない上に足場が悪く思いのほか距離が遠くて久米花と茶店の親父の話が聞き取れずその上やっとの思いで吉津の陰へ入寄った時は久米花はもう用事が済んだのか 取りすましたポーズで山を下って行くのです追っかけましょうか親分八五郎は逃げる鳥を見送ってもたもたしております無駄だよ相手に用心させるだけだでもみすみす師匠がここへ来たのを見かけながらいいってことよ久米花師匠がこの山へ来ることは昨日から分かっているんだ平次は大して驚く色もありませんえっ、ー そんなことまで分かっていたんですかかかったからおめえを誘って埃だらけの花吹雪を見物にわざわざ飛鳥山まで来たじゃねえか。へえこの3日の間師匠の久米花とは毎日会っているが朝のうちは何ともねえのに昼過ぎに会ってみるとひどく埃をかぶっているし襟や帯に花びらがついている上野か向こう島か ともかくも花見の場所へ行ったにちげえあるねえと思ったのさそこで道房町から湯島へかけて一通り籠屋をあたってみると久米花は毎日のようにそっと飛鳥山へ来ることがわかったのさなるほどねえ考えてみりゃ大した知恵の働きじゃねえよ女の足で毎日飛鳥山通いは楽じゃあるねえと思いついただけのことさ ところでなハチ。へ,えへ落ち着いて気てくれ。長えあごを鼻の先へ持ってきて話の舵を取られちゃうかなわねえ。精いっぽい追いちを打つつもりなんで。くめ花はもういね存分に張り上げても大丈夫さ。相づちにも向こうづちにも及ぶもんか。早く親分の話のらチを開けてもらわねえと、それ約束の一平が伸び伸びになるでしょう。あきれた野郎だ。 ほこりと花びらを浴びながら山の上で入江の鐘を聞いたって腰空じゃ結構な幕切れにならねえ。いちいち一平の向きがつきまとうから嫌さ。ところでなハチ、へえ、俺は考えたのさ。どんなことを山いっぱいの人で花見の賑わいの真っ最中だよ。真昼の桜の下から年頃の娘を三人力づくでさらって逃げられると思うか 八五郎はキョトンとしましまた。平次は一体何を言おうとするのでしょう。第三章その日その時桜の下はいっぱいの人だかり飲む者歌う者踊る者とりどりに筐体は演じていても千百の目は美しい三人の娘からそれるはずもありません。そのの騒ぎの中から、 三人の娘をかどわかしたのは、三人の娘を納得させて、進んで姿を隠さしたにちげえあるめ。そういや、それにちげえありませんね。三人が三人とも、納得づくで隠れたんでねえとしても、三人のうち一人か二人は、進んで隠れんぼをしたこったろう。それに気のつかねえはずはなかったが、 あまりに鮮やかなくせンの手際に面こらって筋を立てて考える気も起きなかったんだよ。その上、目つぶしに使った日芸いね三人の浪人者の暴れようや、その三人の浪人が虫のように殺された恐ろしい手際に騙されて肝心の三人娘のかくれんぼを忘れていたんだ。ところが師匠のくめ花はあれから敷き続いて三日も山へ来ている。 何か訳があるに違えねえと思ったから、後をつける気になったんだよ。いや、面目しでもねえ、銭形の親分たる者が、そう言って面目なさそうに顔をなでるのです。すると親分、くせもんはやっぱりあの女ですか。あの女師匠のくめはですよ。さあ、そこまではわからねえよ。平次はそこまでたどり着くと、旗と行き詰まりました。 他に癖者らしいのはねえじゃありませんか。米花は何が目的でそんなことをするんだ三千両の金が欲しさとしたらどんなもんで越前屋の主人万之助の浮気が尺に触った千気の筋じゃねえが、米花は越前屋の主人万之助のしつこい口説きにも乗らなかったはずだ。大芸の女は自分のことでなきゃ男の浮気は面白がって見ているよ。 そうですかねクセモンは恐ろしい知恵者だケチで大胆で人を人くせえとも思わねえそんな人間はその辺にいるだろうかともかくもここで考えてもそこがかくめえ茶店に入って様子を見ようか平次は先に立って茶店の吉津を入りましたへえいらっしゃいやし悪い風になりやした花時はこれがいけません 年配の大親父がほりをたたいて座布団を裏返しましたとっさんちょいと休ましてくれおめさん一人かいええ花のあるうちは若い者も,も参りますが葉桜になるとも親父はもぐもぐ半分は一人言を言いながらお茶の支度に取り掛かります第四章酒はいらねえよお茶で結構 平次は程よいところに座を占めました愛客は八五郎と土ぼこりと花吹雪だけ見晴らしの日暮里三河島あたりがほこりともやに霞んでおります約束が違いはしませんか親分八五郎はいささか不足そうでした山へ行けば飲ませるはずのがアルコール抜きの渋茶になってはたまりません 飲ませるとは言ったが、水とも茶とも言わなかったよ。こいつは驚いたな。山の上だから、ヤシの前の水は名水だ。遠慮することはねえ。鶴瓶であおれ。<laughs> あきれけえってものが言えねえ。まあ、怒るな、ハチ。明人したいければ、本当に飲ませるよ。酒のカスも食うな。晴れがてえ幸せで、へそのお首のゲートはお流れだ。 そうは言うものの八五郎は十分に楽しそうでした親分の平時の苦面の良くないのも知っておりその上親分とこう張り切って仕事をしている緊張感に陶酔していたのです「ねえとっさんこないだはとんだかかるやだったね」えー、<laughs> お茶を運んできた親父はそれに藍槌を打ったものかどうか ちょいと迷った形で立ちすくみました。心配することはねえよとっつぁん銭形の親分だ。八五郎は横から取りなしました。え銭形の親分さんでそれはそれはとっつぁんを引きえやかかりやに出しゃしねえよ気楽に話してくれ。ええそれはもう銭形の親分さんならもっともこの間は 美濃の万七親分にうんと脅かされた様子だね。それは八五郎でした。この長い顎は茶店の親父もよく知っております。まったく驚きましたよ。私までが悪者と相棒なんかにされちゃたまりません。三河島に三代も目から住んで土地でも代々正直者で通っております。そいつは気の道具だ。とっつぁんはあの日、 あのの騒ぎの時は店にはいいなかったははずだ。ささよよ、うでございますよ親分さん。店は越前屋さんに貸し切りで明日と娘はそのお世話をしておりましたがちょうどあの時刻に三河島のうちから弁当やにしめを運ぶことになっていたので山の上のこの店は越前屋の番頭さんや女子に頼んで足と娘は山を下って家へ帰ったところでした。 越前屋さんの人たちでこの店にいたのは誰だ番頭さんのいい男の菊松さんと下女のお末さんだったと思います。あにしろ越前屋さんの花見は大変なもんで着替えの衣装から踊りの師匠の持ってきた小道具から踊り衣装までつづらで三つもあったのですから下切り第一章踊りの師匠の粂花は 何の用事で来たたんだ平は話題を変えました「さりげない調子ですがその穏やかな調子に容易ならぬ含みのあることは平治の調べのコツを知っている八五郎にはよくわかります。大した用事もないようですが茶店の親父はきな臭そうな顔をしております。